中年オタッキーです。今日のはでかいっすよ。大量ですよね、これ。おそらく中身なんでしょうね。そんなわけで今日はジャンクカメラの開封動画になります。皆さんお楽しみってやつですね。果たして何が入っているのか、それでは動画始めたいと思います。はい、では早速開けていきましょうか。ちょっとねヤフオクでね連敗しまくっていたんですけども、ようやく勝ちました。勝ちましたけど、まあ、そこそこお値段いったんですよ。中身の割にはね、出品物の割にはね3000円いきましたね。ちょっとこれここじゃ無理だな、手前に置くか。よいしょ、よっからセット。はあ、こんな感じになるんですけどね。新聞紙をクッションにたくさん使ってあって、また捨てるのが大変だぞこれ。よいしょ、はい、いきなりなんか説明書が出てきました。イオスキス、ニューイオスキス、イオスキス初代のこれ取説ですね。なかなか貴重かもしんない。貴重でもないか。これなんだ、オリンパスのオートフォーカスのコンパクトカメラのようですが、これ液漏れしてんじゃねえの。はい、がっつり液漏れしてます。もうこれダメっすね、はっきり言って。はい、1個ゴミです。早くもゴミが出た。1個目からゴミ。これなんか嫌な予感するぞ。キャノン純正のフィルターですね。これはまあ、微妙。ゴミかも。これはやばいぞ。今日やばいぞ。なんかやばいぞ。なんかまとめて入れてあるな、これ。お。はい。これね、ビューティーのカメラですね。ビューティーのカメラ。モデルが何なのか調べないとわかりませんが。あ、シャッターは切れるようですよ。よいしょ。シャッター速度が。よっ。粘ってるか？よっ。お、粘ってない、粘ってない。使える使える。これは当たりですね。絞りがどうだ。お、絞れる絞れる。おお、使える。これ当たりですね。これビューティーのなんていうカメラだろう。ビューティーしか書いてない。レンズがこれキャンターっていうのかな、カンターっていうのかな。2.8、45mm の 2.8 っていうのがついてます。これ当たりです。はい、果たして3000円の値打ちまでいくか。よいしょ、まあ、送料込みだったら4100円なんですけどね。よいしょ、これなんだ。お、ニコン F401QD ですね。クォーツデート、もう単三電池モデルだけど怪しい怪しい。はい、裏蓋がガバガバです。これはこれ折れてるんだな多分。ああ、やっぱり裏蓋がのね引っ掛けが折れてますね。なるほど、これは完全ジャンクですね。引っ掛けをどうにかして作るか。これどういうことになってるんだろう。完全に折れてるな。これはとりあえず残念賞ですね。よっ。これは、あれだな。さっきの説明書のニューイオスキスですね。これはもうどうでもいいですね、はっきり言って。先日、フリーマンさんにいただいたので、もうどうでもいいです。なんかレンズ出てきた。レンズ出てきましたよ。お？お？
ちゃんとフードもついてる。タクマですね、これ。スーパータクマ。スーパータクマの 150mmF4 が入ってますね。M42 マウントです。お、バリ品だ。絞りは？バリ品でーす。完璧ですね、完璧です。当たり。ただ 150mm ってあんまり値打ちないかな。どうだろう。よいしょ。まああとフードだ。フードをこれどのように収納するのが正解なんだろう。こうかな。こんな感じですかね。よっ。はい、これ 150mm のスーパータクマ当たりですね。アイピース出てきた。これのやつですね。キャノンのアイピースはね、長いこと使えるんですよね。その長いことモデルに使う。これなんだ。箱が出てきた。ヤシカダイアリー。ほう。これね、中古カメラ屋さんから売り値が書いてありますね。56年6月6日。昭和56年の6月6日ってことでしょうね。聖火36,800円。ケース2,000円。三ツ矢19,000円。多分三ツ矢カメラさんなんでしょうけど。値段が書いてあります。よっ。はい、こんなカメラですね。使えそうだぞ。液漏れはしてないぞ。ヤシカレンズ 38mmF2.8。 これはなかなか期待ができそう。うん、電池を入れないとシャッターは切れないでしょうな。うん、とりあえずちょっと後回し。置くとこなくなってきたぞ。あ、そうか、箱がついてる。これね、一応ね、乾燥剤が入ってましたね。乾燥剤が結構たくさん入ってる。うん。いつの乾燥剤かはわからないですけど。箱付きっていうのがすごいね。これ結構貴重ですね。これなんだ？スーパーコシナの箱ですね。これも年月日書いて、昭和63年3月28日。PKAR720、 あ、これあれだな、シリアルナンバーだな。富士駅前テル、061-153に富士カメラさんの、商品だったのかな。はい、コシナのレンズが出てきました。 K マウントですね。ペンタックスの K マウント。さあ、コシナのレンズよ。バリ品ですね。絞りも大丈夫。バリ品です。これ当たりですけど、果たして使うかな。70-210 の F4.5 から5.6 ってやつですね。ズームは直進ズームでちょっと使いにくいやつですね。よいしょ。あ、箱がある。箱ね、まあ僕的にはね、結構箱はどうでもいい人なんですけど、売ることもないしね、もう手に入れたら売らないんで、邪魔になるけど邪魔になるけど、これ結構貴重ですね。販売店まで書いてある。さあ、次がラストになりそうだ。また箱入りですよ。これなんか古めかしい箱よ。はい、二眼レフカメラ。大量の防湿剤と二眼レフカメラが入っておりますね。よっ。よ、はい、アルペンフレックスですね。ん？よ、よいしょ。
ヘリコイド動く、ヘリコイド動きますね。これバルブか。よっこらセット。お、使えそうだぞ。絞り。これが開放か。いいよ。あ、使えそうですね。使えそうです。赤窓式のやつですね。これなんていうモデルなんだろうね。だいぶアルペンフレックスでもだいぶ古い手ですよね。赤窓式で、フィルムカウンターなし、ですね。ファインダーもね、まあ、やや汚いですけど使えるレベルです。これルーペどうやって買うんだ。どうやって出すんだ。手で起こす、手で起こすみたいですね。ああ、これそのまま使えますね。これは当たりです。よっと、どっちだったっけ。どっちでもいいのか。レンズキャップ、はい。箱付きのアルペンフレックス、うん、中に何か入ってるぞ。おー、これは素晴らしい。これツイッターでこれスキャンしてみんないる？季節による撮影データですね、これね。ものすごい、これ。ほー、これはちょっとすごいですよ、この人。細かいね、参考になるかもしれないですね。うん。オーソパンクロ仕様、オーソパンクロってなんだろう。晴天桜パン F。古すぎやろ。これはなんだ。ネオパンロールフィルムの使い方。観光度。電光光アーサー32ウエスト24。何のことかわからん。そんなわけで、ちょっとね、あの電池がいるカメラで、なんだっけ、ヤシカダイアリーか、ヤシカダイアリーってやつがいましたんで、ちょっとそいつに電池を入れてみますね。はい、ヤシカダイアリーに電池を入れてみましたが、いきなりセルフタイマーが動作した。ということはもう動作するってことか。動きますね。これは AE のみなのか、 AE ってか EE かな。うん。わー、ヤシカらしい絞りの形してる。あ、暗いとこに向けたらちゃんとシャッター切れないぞ。で、フラッシュはどうやってオープンするんだ。プッシュか。お、チャージ音がしますね。露出計動いてますね。ちゃんと針がね、あります。針が動いてる。ストロボは無理かな。ストロボ無理っぽいね。もしかしたら暗いとこを向けたら光るのかな。違うな。ストロボは死んでいます。残念。まあストロボは死んでるけども、まあいいんじゃないって感じかな。ヤシカで、ヤシカのカメラって基本的に脆弱なんでね、動くだけでもメッケモンかなと。まあ、
キャノンデートマチックあたりの時代のカメラでしょうね。日付をね、アナログで入力します。初めて知りましたか。レンズがね、これ、どこのレンズなんだろうね。38mm の F2.8。ちょっと調べてみる必要がありですが、果たして調べてデータが出てくるかな。露出計はちゃんと動いておりますね。はい、今日のね、ジャンクカメラ、大量購入、こんな感じになりましたが、これがね、蓋をちゃんと止める方法があれば使えるのだけれども、まあ、この手の時代のね、カメラ、プラスチックの爪が折れたら、はい、終了というね、どっちが折れてるんだ。ぜひ使ってみたいんですけどね、これね。ちょっと面白いんですよね、これね。なんですか、透明のね、このプレートがついててね、その上、その下にダイヤルがついてるんですよね。で、こんなところにね、もうフラッシュが固定でついてる。で、単三電池が使用できるんで、単三電池4本ですね。テープで固定する。まあ、これちょっと難しいな。爪をね、正常。これはもう完全にゴミ。もうこれはね、電池出てこないですよ。これものすごいですね。これね、オリンパスの CAF クオーツデート。D 随行 38mm F2.8 なんで、トリップ35と似たような多分レンズなんでしょうけどね。もったいないなぁ。電池の液漏れで死んでるカメラって結構あるんですよね。まあ、レンズ2本と、これは結構期待ですね。ビューティー。なんだっけ、名前忘れちゃった。ビューティーの会社の名前忘れちゃったけど。これはちょっと期待ですね。使っていこうと思います。それでは、出品者さんに評価を送ります。この後はね、一応作品投稿のコーナーになると思いますけど、日を変えて撮影します。ちょっと、出品者さんにね、評価を送らなければならないので、動画はここでちょっと一旦中断で、この後また作品投稿のコーナーになると思います。作品投稿のコーナーになりますね。今日のトップバッターはテラーさんからになります。現像スキャンが完了したため、やっとフィルム写真を投稿できます。納期が1ヶ月半から2週間に短縮と、とてもデタラメですねっていうことですね。タイトルが出発の時、カメラがローライ35、フィルムがコダックトライ X400 で撮影しております。で、作品なんですけど、素晴らしい作品になってるんですよね。これおそらく開放で撮ったんでしょうけど、ローライ35だと解像度は結構あるんで、十分の解像度出てるはずなんですよ。ただこれちょっと眠たい写真になってます。なんでだろう。これスキャン頼んだんですよね。プロ用のスキャナーで注文した割にはディテールがちょっと弱いかな。せっかくいい写真なのにもったいないかなって感じかな。ちょっと原因はよくわかんないですけど、ピントのピークはちょっとわかりにくいような写真になってしまってますね。スキャナーだと思いますね、これはね。はい、テラーさんありがとうございます。次が北野隆さんの作品で、今回は1枚。お疲れ様です。コニカオート S2 ジャンク550円で購入。シャッターは切れるがピント合わせる20像が見えず、ネットで調べた特有の20像のミラーがポロンと中で撮れていることが多いとのこと。トップワードはカバー外すと見事にミラーが落ちていました。元の位置に貼り付けて修理完了。試写取り終えました。ピント合ってないかもとドキドキしてましたが、さすがヘキサナの写りでした。タイトルは灯籠。コニカオート S2 フィルムが富士カラー100。露出計もしっかり動いており、オートで撮った1枚ですということなんですけどもね、これなかなかさすがコニカのレンズ。
ちょっとね、前の方にピントが合ってるんですけども、ものすごいディテールですね。これ、石のね、シミまでね、しっかり表現できております。はい、北野隆さん、ありがとうございます。機体はちょっと大きいですが、シャッター優先で 45mmF1.8 のレンズ、撮ってると楽しい、C35 より出番が多くなりそうってことですね。はい、次がね、初投稿かな、モンタロウさんの投稿ですね。緊急事態宣言前の京都に行って撮ったものです。1枚目が故郷への道、2枚目が京都駅前にスイカペンギンです。カメラはニコン F2 フォトミック、レンズはニコール SC オート 50mmF1.4。フィルムは富士カラースペリアプレミアム400で撮影しました。フィルム写真は子供の頃から何かの付録でもらったカメラで撮って以来15年ぶりだったので、ちゃんと撮れてるかすごい心配だったんですが、上がってきたのを見るとうまく撮れていたので安心しましたということですね。で、作品なんですけども、2枚とも素晴らしいです。絵心たっぷり。タイトルもいいですね。故郷への道ということでね、特急の雷鳥の写真ですね。で、2枚目の方がね、これすごくいいですね。何がいいかって言ったらね、これ暗い中で黒い被写体なんですけど、潰れてないんですね。露出がしっかりしている証拠だと思います。ディテールも落ちておりません。しっかり撮れておりますね。この写真ね、タイトル画面にしたいと思います。はい、モンタロさんありがとうございます。見事です。次がMHR さんの投稿ですね。こんにちは、MHR ですね。昨年の秋からデジタルは白黒設定、フィルムはもちろん白黒とハマっております。今回久々となりますが、2枚投稿します。機材はゾルキ C のタイプ E で、レンズはインダスター22、フィルムはコダック 400T MAX、50分の 1F8 だったかな。1枚目は瞑想中、2枚目が、イタリーな下町ということですね。で、作品なんですがね、これね、下町のね、なんていうんですか、風情をね、撮ったいい写真になっておりますね。落書きとかも見えて、いかにも下町、らしい写真になってます。2枚目もそうですね。下町のね、その、喫茶店かなんかの前に、ベスパが止めてあるんですけど、ベスパにね、アルファベットのね、ステッカーがぐちゃぐちゃに貼ってあるのが面白いですね。これもうちょっと構図工夫したらさらに面白かったかもしれないですね。日常をね、モノクロで切り取って、非常にいい写真になっていると思います。はい、MHR さん、ありがとうございます。次がね、ヨッシーさんですね。オタクシーさん、こんにちは。作品投稿1枚です。タイトルはどうやって入ったのですね。ニコン F501 に 3570AF ニコールで、アグファ APX100 で撮りました。近所の映画館にタコ合戦で活躍した大ダコが飾られていました。タコにはアコロシが書かれているです。どうぞよろしくお願いしますということなんですけど、ちょっとスクエア的な写真になっていますね。これなんでだろうな。映画館の中に大ダコ。確かにどうやって入ったかわかんないですね。ちょっとブレてるのが気になりますが、面白い作品にはなってると思います。調子がね、そのアグファ APX100 ということで、これちょっと柔らかめになってるのは撮影した時間の影響かな。面白い写真になってますね。はい、ヨッシーさんありがとうございます。こんなもんかな。3、4、5、今日は5名の紹介になりました。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラの、コーナー。俺のカメラのコーナーね、なんかこないだちょっと、投稿お願いしますの、案内したらね、ドドーンと来ちゃってね、今ちょっと順番待ちが5名ほどになってます。すいません。でもこの後来るとも限らないんで、とりあえず1名ずつの障害ということで、一番最後に投稿された方はね、動画5本目に紹介になってしまうんですけど、すいません。来週ぐらいまでには公開すると思いますんでね。投稿がね、花ぶさ堂写真館さんから、この間ね、アルファ9000、を修理してる時にね、もう
いろんなね、写真とか動画を送っていただいて、大変協力していただいた、方になります。ありがとうございます。で、俺のカメラなんですけど、そのアルファ9000ですね。俺のカメラのコーナーのうちのアルファ9000を投稿いたします。ミノルタアルファ9000プラス、MD90 プラス2800フラッシュ。グリップはボロボロなので全部剥がして1ミリ光のスポンジゴムを貼っています。レンズは AF50mm F1.4 後期型。カメラとフラッシュは純正ケーブルで接続して TTL 速攻で制御されています。うちのアルファ9000は液晶漏れしていません。それが自慢でもあります。電子シャッターがいつ壊れるかわかりませんが、それまできっちり使い切って引導を渡してあげたいと思います。おいって感じなんですけどね。これね、すごいですね。これ。もう当時のね、プロが使ってる構成っていう感じの、アルファ9000。これ目立ちますね、明らかに。これ持って撮影してると相当目立ちますよ。花うさと写真館さんですか？あら、消えちゃった。ありがとうございます。今日の動画はこんな感じになります。久々にね、ヤフオクで、勝利したっていうか、まあ、途中で折れてくれたんで、なんとかね、3000円。まあ、全部で4110円か。で、入手することができました。まあ、二眼レフカメラも入っておりますし、何よりね、そのヤシカダイアリーがね、すごい楽しみですね。ちゃんとシャッター切れる。まあ、フラッシュはおそらく、中田部位。交換するとね、まあ、動くようにはなると思うんですけど、まあ、フラッシュ焚いて撮影はしないと思うんで、そのまま、日中撮影に使っていこうと思ってますね。AEっていうか、もう動いてますしね。まあ、いろんなカメラまた入ったんですけど、撮影順ね、たくさんカメラいただいてるんで、そちらの順番待ち、以前のね、動画、もう早くね、ヤフオクで買ったやつね、ミノルちゃんは、オリンパスのね、OM707 だっけ、ミラーがポロンと撮れたやつ。あの辺も使っていきたいんですけどね、まあ、順番待ちがすごいことになってますけどね、もう動画何本作ったらいいのかよくわかんないですけど、そのうちフィルムが足りなくなっていくと思うんですけどね。今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、コメント今ちょっと頑張って返していってますけど、まだまだ全然追いついてない。この間40ぐらいね、もう、キャリーオーバーが40ぐらい発生してて、ヒーって感じなんですけどね、もうとにかく、コメントをね、返すのは楽しみなんですけど、返す時間がないんですよね。で、まあ、ぼちぼち返していきますんで、またコメントの方よろしくお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ今すぐ押してください。チャンネル登録の方順調に増えていっております。4000名が近づいてまいりました。4000名になるとなんかカメラプレゼント出しますんでね、チャンネル登録の方ぜひぜひお願いします。はい、今日の動画はここまで。緊急事態なんかね、栃木が解除されるんだったっけ？あとどっかも解除されるから。でもまだね、気を抜かない方がいいです。今感染者がね、ちょっと減ってるように見えますけど、一説によると、クラスターじゃねえや。濃厚接触者を追跡するのをやめた影響で、表面上感染者が減ってるだけって言ってる人もいます。まあ、それがね、正確な情報かどうかはわかんないんですけども、まあまあ、油断しないに越したことはないんで、皆様感染防止には十分、気を使って、ぜひ感染しないで、病気にならないのが一番いいですからね。はい、乗り切って参りましょう。今日の動画はここまで、また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さよなら。